近い。特に印象に残ってるのは二人だな。珍しい毛色のガキだったな。口に詰めた獅子色の髪にしていた。口に傷がある。もう一人は花柄の獲物で女のガキだった。小さいし力もなかったが素晴らしっこかった。それってそれってでも恨むなら鱗だけを恨む。あいつが俺をここに閉じ込めたからこうなった。ふざけるな。お前の行いは許されるものじゃない。あまりにもお前に食われた者の敵は俺が取る。俺と戦ったやつはたくさんいるな。けど誰も生き残っていない。お前もじきに俺の腹の中だ。たくさんいる。ここだ。甘いんだよな。まだ動けるのか。弟のシゲルの声が聞こえた。あれが聞こえなかったら危なかった。ありがとうシゲル。